倉重義弘は、日本の実業家。ネイティブ株式会社創業者、代表取締役。一般社団法人全国道の駅支援機構理事長。地方創生情報の発信とふるさと、納税支援地域商社設立で、関係人口の創出に尽力している。1967年6月20日、愛知県犬山市の出身。1986年、 愛知県立名和高等学校を卒業。1991年、早稲田大学第一文学部社会学科を卒業。4月、富士総合研究所に入社。2000年10月1日、ネットイヤーグループ株式会社に勤務。2009年4月、ネットイヤーモビー取締役。2012年4月、ネットイヤーゼロ取締役新規事業開発担当。 デジタルメディア事業、北海道ライカーズを開始。2013年、沖縄クリップを開始。2014年4月1日、ネットイヤーグループ地域競争事業部事業部長、瀬戸内ファインダーを開始。2015年7月2日、一般社団法人全国道の駅、支援機構理事長に就任。2016年3月1日、ネイティブ株式会社を設立し、 代表取締役に就任。2018年12月19日、ユイマール、沖縄株式会社と業務提携契約を締結。12月21日、広島県大崎上島町で地域競争型ふるさと納税事業を開始。2019年8月26日、瀬戸内ブランドコーポレーションと資本業務提携、イードと 戦略的業務提携について合意。10月2日、地方創生プラットフォーム、ネイティブ、メディア、関係人口創出を目的とした地域チャンネルサービスを開始。ありがとうございます。